はい、皆さんこんにちは、筋肉旅です。私は今、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴオヘア国際空港に来ております。現在なんですけれども、朝7時半ぐらいの時間になります。で、今回は、日本航空を使って急便ですね、使って羽田空港までフライトしたいと思います。今回は、ビジネスクラスに搭乗して行きたいと思います。で、行きはファーストクラスだったんですけれども、帰りはビジネスクラスの、機内の様子を、十分にお届けできたらと思います。それでは行ってきます。チェックイン終わりました。で、これから、セキュリティレーン通るんですけど、アメリカセキュリティ、保安検査ですね、セキュリティチェックめちゃくちゃ混んでるんですよ。で、今回カウンターに聞いたら、プライオリティエリアの、セキュリティチェック使っていいっていうふうに言われたので、今そちらの方に向かってます。で、ニューヨークはプライオリティエリアなかったんで、もう30分ぐらいかかったんですよね。なんですけど、今回は、アメリカンの、プライオリティレーン使わせてもらいたいと思います。ただ今この後ろプライオリティレーンなんですけど結構混んでますね。早めに向かいたいと思います。はい、8時7分制限エリアを、保安検査抜けて制限エリアに入ってきました。で、もうお部屋空港ったらまあここのイメージですよね。このなんかホームアローンで出たらしいです、ここ。はい。で、これから、フラッグシップラウンジの方に向かっていきたいと思うんですけど、で、JAL は、K の19って一番もう岬の先の先なんですよね。で、チェックインカウンターのアメリカの方に聞いたら、ラウンジからだいたい5分ぐらいで、搭乗口まで行けるっておっしゃったんで、まあ、結構時間に、余裕を持ってラウンジでくつろげそうです。で、アメリカも国内線と国際線も一緒ごちゃ混ぜなんですよ。なんでかっていうと、入国時だけ厳しいんですけど、もう出るときはもうお好きにどうぞって感じで出ていってくださいって感じなんですよね。なので、もう全然国内線の方とごちゃ混ぜなので、免税店もなんか海外しい感じはあんまないですね。はい、ということでラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、入り口でもらいました、これ。 Okay? Okay, thank you so much. はい、アメリカン航空のアドミラズクラブじゃなくて、フラッグシップラウンジの様子ですね。やっぱフラッグシップなんで、すごい食べ物いっぱいあります。はい、まあ、こういう感じですごい豪華なお寿司とかもありますよ。結構アメリカの朝ごはんってソーセージとかハムとかサーモン必須ですね。はい、で、ここに、ワイン関係のプレゼンテーションがあって、カリフォルニアがあったらちょっと飲んでみたいと思いますね。はい、なんとシャンパンもあります。はい、アメリカン航空のフラッグシップラウンジ第2回です。初日にニューヨークまで移動した時も僕ワンワールドの上級会員なんで、ここに招待されました。で、もうちょっとジャンキーですけど、アメリカンフード食べ納めなんで食べていきたいと思います。もう機内食はもう完全に和食とかになっちゃうんで、今のうちにジャンキーなもん食っときます。アメリカン航空のフラッグシップラウンジ出ました。で、間もなく、搭乗時刻始まりますので、で、フラッグシップラウンジ日本の方多いので、今日本便の出発なので、で、僕お部屋空港いつも迷いまくってるんで、皆さんについていきたいと思います。はい、ようやくアメリカ生活もこれで終わります。トラブルから始まってスタートしたけど、なんだかんだ楽しかったですね。次いつ来るか分かんないけど、また来たいと思います。それでは搭乗ゲートまで向かいます。お部屋の、搭乗口に最初に、僕到着した時に入国審査別室送りになったんですけど、その時にいろいろとなんか手伝ってくれた日本航空のスタッフのもうその方いらっしゃって、
でチェックインカウンターにはいなかったんですけど、もう見かけてすぐお礼に行きました。本当あの方のおかげで今回の旅行を満喫できたってのがあったので、本当僕の恩人です。はい、日本航空急便搭乗しました。で今回、行きはファーストクラスだったんですけど、帰りはビジネスクラスということで、で、トリプルセブンのビジネスクラスで、スタッカードシート型じゃないストレートタイプですね。スタッカードより広そうですね。はい、こんな感じの座席です。やっぱファーストクラスよりはちょっとやっぱ狭いんですけど、結構広くて良さそうです。はい、アメニティですね。で、ただやっぱファーストクラスよりなんかちょっとこじんまりとしたフランスの犬の、やつです。はい、であと恒例のスリッパと、あと、ソニーのヘッドホンですね。はい、まあ、恒例ですね、これも。はい、であとこれが、なんですかね、これ多分これ布団ですね。でこれがマフラーですね。はい、であとクリスタルガイザー置いてますね。はい、アメニティの方は以上です。で座席もすごい広くて、長さ的にはファーストとあんま変わんないぐらいだね。横幅がファーストより狭いかもしれないですね。はい、で画面も大きいしいい感じです。ビジネスクラスはなんか結構シンプルな、クラシックな料金ですね。ファーストクラスはもう乗った瞬間にすぐ来る感じ。やっぱその辺ビジネスクラスの違いですよ。やっぱさすがファーストと違います。安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. Oxygen mask appear. Hold the mask for you and place it firmly around your neck. Nose and mouth. ゴムバンドは離陸して43分経過して機内のドリンクサービスが始まりました。こちらのシャンパーニュはシャンパーニュデュラモットブリュットです。サロンの姉妹メゾンの生産だそうです。ナッツとオリーブのアミューズが提供されました。今回の機内食メニューのご紹介です。アペタイザーの盛り合わせです。時計回りに左からメバチマグロのエスカベッシュ、ニンジンコンフィ、チキンテリーヌ、シイタケ、カニ、リエット詰め、スモークサーモンの塩だらポテトムース包みになります。あとはブレッドが2種ありました。ブレッドもしっかり温めていただき、焼きたてのようないい香りがしました。それでは JAL さんが誇る空の上のレストランベッドでの食事を楽しみたいと思います。今回のアペタイザーはシンプルな味付けで素材の味が生かされていて大変美味しかったです。ごちそうさまでした。メインディッシュは USDA プライムビーフテンダーロインステーキでした。今回は準備時のトラブルの関係でファーストクラスのメニューに変更になりました。ビジネスクラスとの違いはソースと付け合わせが違うだけのようでした。機内食が楽しみですとお伝えしていたので、キャビンクルーさんが気を使ってくださり、今回このような形での提供になりました。本当にお気遣いありがとうございました。ステーキはアメリカ発の便らしくボリュームがすごかったです。赤ワインソースはコクがあり、付け合わせのポテトとブルーチーズがいい塩味を追加していて大変美味しかったです。ごちそうさまでした。機内食は最後にパンナコッタと温かいコーヒーとスカイタイムをいただきました。パンナコッタは固めでボリューミーな感じでしたが、甘すぎず美味しかったです。全体的にボリュームがあるメニューだったと思います。多分ファーストクラスのメニューなら食べきれないぐらいの量を提供してくれそうですね。
食事が終わり、片付けの際に CA さんがベッドマットを持ってきてくださったので、寝る準備をしたいと思います。東南アジア路線だとないのですが、長距離便だとベッドマットがあるので、快適に寝られそうです。カムチャツカ半島に近づいたところで、間食に九州ジャンガラ特製ラーメンとスパークリングウォーターをお願いしました。このラーメンは肉を使用していない豚骨風味のラーメンだということですが、早速いただきましょう。以前からどのような味か気になっていました。肉類は使っていないそうですが、スープはクリーミーで、付け合わせにある唐辛子の辛みとマッチしていて、とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。飛行機は北海道付近までやってきました。残すところあと2時間程度です。到着前にお昼ご飯をお願いしました。今回のメニューはチキングリーンカレーとヨーグルトストロベリーソース、それとハーゲンダッツとノンアルコールスパークリングリュクルモンターニュクラシックというベルギー王国大使館推奨のドリンクをいただいてみました。それでは早速いただきましょう。グリーンカレーはバンコクで食べたものと遜色がなかったです。ココナッツミルクのコクと辛みがマッチしていてとても美味しかったです。今回のビジネスクラスの大移動の最後はオアシスのライブを見ながらコーヒーを飲んで締めました。はい、ありがとうございました。めっちゃ元気だ。はい、予定よりも少しだけ早く羽田空港の方に到着しました。いやー、5日ぶりの日本ですね。はい、もう基本毎回弾丸なんであれですけど、はい、日本に帰ってきました。で今回、日本航空の急便で、アメリカの、シカゴ・オヘア国際空港から、羽田空港まで、ビジネスクラスでのフライトの様子をお届けしました。でビジネスクラスもですね、結構混んでて、でキャビンクルーさんに聞いたら、2席以外、全て埋まっていたということでおっしゃってました。ただ、やっぱり日系の航空会社なんで、ものすごいサービス細かいですね。きめ細やかなサービスで、快適な、フライトです。で約12時間弱のフライトだったんですけど、もう全然疲れを感じさせないぐらい快適でした。はい、で今回の動画はここで終わりにしたいと思います。それではさようなら。